こんにちは。障害年金コンサルタントの宮里です。障害者手帳がないと障害年金を請求できないと考えている人が時々見受けられます。病歴・就労状況等申立書にも障害者手帳のことを書く欄がありますので、障害者手帳を持っていないと障害年金の手続きをすることができない、そのように市役所の窓口で言われた人もいました。しかし、障害者手帳の交付を受けていなければ障害年金を請求できないというのは完全な誤りです。障害者手帳は福祉制度で、年金制度である障害年金とは制度の趣旨が異なるのです。そのため、障害者手帳の交付を受けていなくとも、手帳の写しを添付しなくても障害年金の請求は受理されます。もし障害者手帳を持っていないことを理由に障害年金の手続きを拒否する役所があったとしたら、それは窓口職員の不勉強です。その窓口職員の上司に取り次いでもらい、改めて障害年金の請求を行えば受理されるはずです。なぜ障害年金の手続きに障害者手帳のコピーを求められるかについてですが、それには理由があります。実は障害者手帳の判断基準が作られた時、障害年金の認定基準が参考にされたのです。もちろん障害者手帳と障害年金には制度の趣旨が違いますので、相違点も多くあります。しかし認定基準などの類似点も多くあるのです。そのため、先に障害者手帳の交付を受けたのであれば障害年金の審査の時に参考になることから、手帳の写しを求められるようになったのです。それが誤解されて、障害者手帳を持っていないと障害年金が受けられないという話になったのかもしれません。